約138億年前、非常に熱く小さくて密度の高い特異点が現在の宇宙と呼ばれるものに拡大しました。それ以来成長は止まっていません。もしこの成長が止まったとしたら、すべての銀河、星、惑星、すべてが離れていかなくなったら、宇宙はフリーズしてしまうのでしょうか。それともビッグバン以前のように崩壊して特異点に戻るのでしょうか。それがすべての終わりになるのでしょうか。これが What if、 もしだったら。今回はもし宇宙が膨張しなくなったらについてご紹介します。1920年代以前にエドウィン・ハッブルが銀河が互いに離れることを観察、宇宙は静的であると考えました。数年後、ハッブル宇宙望遠鏡で宇宙が拡大しているだけでなく、増え続ける速度で成長していることが分かりました。これは重力が原因で膨張が実際に減速していると予想していた天体物理学者にとって全くの驚きでした。そしてこの発見は宇宙の膨張を加速する力によるものと理論付け、これを暗黒エネルギーと呼びました。この仮説エネルギーが突然宇宙を引き離すのを止めたらどうなるでしょうか。暗黒エネルギーの強度は時間とともに減少しますが、重力の力に対抗するには十分であると仮定しましょう。それはどのように見えるでしょうか。これが本当だとすれば、宇宙はハッブルの発見とアインシュタインの視点が今までの常識を覆す前、100年前にアインシュタインが想像していた通りのものになります。それは静的です。宇宙は膨張も収縮もしません。最終的に星はその形成に必要な全てのガスを使い果たします。新しく生まれる星の数は減少し、既存の星は燃え尽きます。宇宙はより暗くなり、ブラックホールでいっぱいになります。その時までに地球はかつて太陽だった赤い巨大な星に吸収され、とっくに消えているでしょう。ある時点で温度は絶対0度または0系に達します。これは摂氏マイナス 273.15 度です。その温度では原子の動きは止まり、宇宙は完全に死んでしまいます。しかし元に戻って暗黒エネルギーが非常に弱くなり、重力を打ち消すことができなくなったと仮定しましょう。重力が働くと全てが引き戻され、宇宙は収縮し始めます。銀河は一つの巨大銀河に統合されるまで互いに近づきます。星が互いに溶け合うと宇宙は太陽よりも熱くなり爆発します。その結果ブラックホールで満たされます。これらのブラックホールは惑星、星、銀河全体など周囲の全てを吸い込みます。最終的にそれらは一つの巨大なブラックホールを形成し、宇宙全体を熱く、小さく、そして非常に高密度な特異点を作ります。宇宙の終わりはビッグクランチとなり、始まった時の外観に戻ります。新たに形成された特異点は別のビッグバンで爆発し、新しい星、新しい惑星、新しい生命体を備えた全く新しい宇宙を作り出すかもしれません。宇宙がどのように終わるのか正確には分かりません。私たちは宇宙を引き離す暗黒エネルギーが何であるかさえ理解していません。それが宇宙の究極の運命を説明する理論が一つだけではない理由です。可能性のありそうな理論はいくつかあります。それらのどれかが正しいかもしれないし、すべて間違っているかもしれません。次回の What If、 もしだったらでお会いしましょう。